今泉 P プレゼンツファンキラにまつわるセトラ文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届けしてます。ゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問に答えたり、ファンキラにまつわるゲストを招いてお送りしていきます。本日はゲストに聞きたい絶セトラ木曜日サズレイ。はい、今週のゲストはコスプレイヤーさんの浦丸さんです。浦丸です。よろしくお願いします。いや顔が可愛いよ。はい、顔が可愛い。もう本当にこっちだもんね、だいたい角度ね。あ、だいたい撮ってるよく分かってますね。もう研究してますから。私盛れる角度こっちなんですよ。めっちゃ知ってる。すごいすごい、めっちゃ見てる。ということで、そんな可愛い浦丸さんに今日ですね、絶セトラカード用意してきました。はい、はい、どうぞ。ここに絶セトラカードがありますので、はい、1つ選んでください、はい、じゃあ絶セトラの絶で、はい、絶、はい、絶、絶はですね、チュートリアルファンキルの第一印象でございます。はい、第一印象ね。第一印象、そうですね、ちょっとすいません。え、すいません、あのミネルヴァ2章の話するんでしょ。そうです、そうです、そうです。緊張すぎてすいません、変な声出ちゃった。すいません、あのミネルヴァちゃんの衣装、そうですね、あの最初に来た時の印象はもうあの熱い。シンプルに熱い、ね、シンプルに熱い、ね、あのミネルヴァちゃん結構冬仕様な感じの衣装なので、マフラーしてるしね。そう、でもあのマフラーがすごい可愛いんですよ。あれ夏だったもんね。そうなんです、あのビジョンライブの時は8月末だったんで結構暑くて。けどああいうさ、はい、コスプレイヤーの人って汗かかないじゃん、みんな。いや、かきますかきます、かかないよ。いや、かくですって。え、脇汗すごかったですもん、本当に。かかない。本当ですか。そこはそんな、さっきまでかかない。変態にするな、お前。なるほどね、チェックしますね、じゃあ今後チェック、はい、はい、そう、あのすごいマフラーがすごい特徴で可愛くて、はい、なんかあの最初にイラスト見せてもらった時に、あ、すごい可愛いと思って、自分がすごいコスプレしたくなるキャラクターだったので。背もね、そうなんですよ、なんかちょうどいい感じで。いや、楽しかった、あの、はい、フライシュッツとミネルヴァをこう従えたやつ。あ、一緒に写真撮りましたね。うん、楽しい。あ、こんな感じか。従えた。従えてんねん。あ、そうですね。そうだよ。従えてました。はい、マスターつって。ジェナもね、はい、アルマスのとかやったら。私ですか？うん、あ、見たい。いけますか？絶対似合うと思います。本当ですか？うん、私、あのテンパ似合うかな？どうだろうね。どうだろうなって言ったのに。まあ、とりあえず、はい、今日はそんな感じでまた明日掘り下げていきましょう。